ホナタン・ホス・エル・ビオトロは、ホンジュラス・サンペドロスーラ出身のプロサッカー選手。ポルトガルのシャベス所属。ホンジュラス代表。ポジションは、ミッドフィールダー。ホンジュラスのサンペドロスーラに生まれ、バルセロナを拠点とするファンデーションマルセットから、2014年に設立された、スイスの FC シオンのユースチームに所属した。2015年1月22日。 ジルビセンテ FC に入団し、6月にトップチームに昇格を果たした。2015年8月8日、1から1で引き分けたホームの CD マフラー戦で、シメオン・ヌワンコとの交代出場でプロデビューを果たした。2017年1月28日、セグンダ・ディビシオン B のアランディーナ CF に6月までローン一席に出された。帰国後の2017年10月28日、 SL ベンフィカ B 戦でプロ初得点を挙げ、ホームで4から0と勝利した。最終的に37試合に出場し、3得点を挙げたものの、チームは降格した。2018年7月9日、ラリーガの SD、ウエスカと契約を結んだが、8月10日、バルジン SC にローン移籍した。翌年1月30日に呼び戻されたが、翌日、 アカデミカコインブラにローン一席した。ありがとうございます。